インターネットテレビガイド週刊テレビガイドをご覧の皆さん、平田裕也です。小池涼介です。野原梨沙です。はい、僕たちはですね、3月8日公開の劇場版ウルトラマンルーブセレクト絆のクリスタルに出演しています。というわけで、じゃあ一人一人役どころを。はい、はい、朝日ちゃんはですね、高校3年生でまさに受験なんですよ、うん、大学受験で、うん、で朝日ちゃんはですね、あのたくさんの人を助けたいっていうことで看護師を目指しています。なるほど。はい、うん、まあ、湊勇はですね、まあ、20歳の男の子で、宇宙考古学を専攻している大学生で、まあ、劇場版だとアメリカの海外留学が決まっているホープですね。ホープ、期待のホープ。期待のホープです。はい、そうですね、僕が演じる克実はですね、あのみんなが1年経ってそのやりたいことが決まる中で、唯一ちょっとこう自分が何をしていきたいのか、どういうふうに生きていきたいのか、長男としてっていうのをすごくこう悩みながらも、まあ、もがく姿っていうのが今回はすごく濃く描かれております。うん、じゃあ作品の見どころは、はい、作品の見どころはですね、まあ、こう絆のクリスタルというタイトルにあるように、いろいろな家族の絆でしたり、まあ、友情、友達との絆で、いろいろな絆が描かれています。あとはやっぱりウルトラマンですから、大迫力のアクション、うん、いいね、これもかなり見どころになっております。まあ、深い作品ですね。はい、以上、平田裕也でした。小木之介でした。園原愛沙でした。ありがとうございます。